よくいらしてくださいました。私は東寺園の園主の浜野博美と申します。盆栽を始めて、約半世紀、いわゆる、学校を出て、85になりました。その間うちから輩出された弟子さんの数っていうのは本当に70人ぐらいいます。そんな中でこの東寺園っていうのはうちの父からの2代目なんですね。私が使った言葉が、いただいた言葉が、盆栽文化は精神文化だということで、盆栽をこう楽しんだり教えたり、飽きないする人はやっぱり精神性が豊かじゃなきゃダメだと。だから精神文化っていうのはどういうことかっていうと、礼節っていって礼儀作法も知らなきゃいけないし、そういう過程の中で精神論も叩き込まれたんです。ですから私のところでも弟子はみんなそういう父の薫陶を得たということで、その盆栽すなわちその武士道と道というね、茶道とか、華道とかねありますよね。だから盆栽道っていうものをね、確立するために努力しろと言われたのが昨日のごとく私も思い起こされます。で最近はその盆栽っていうものは売るだけじゃなくて、その盆栽の持ってる精神性の中から何かを世界の人たちにも知っていただく、特に日本人のきめの細やかさ、手先の器用さ、それと相まって、そういう面ではこの何て言うかな、この一つ一つの個性を生かす、個性っていうものは持ち味ですね。この盆栽の、こういう盆栽の、これもそういう個性を生かす努力を惜しんじゃダメだと。これも私4年前に挿し木して、その一つのこのただ林立して作っただけですけど、挿し木の中にもこうやって増やしていくっていうね、企業努力をしていかなきゃいけないっていうことも、この子たちに盆栽っていうものは我が子ですから、育てること、言葉の中に愛情をね注がなきゃいけないって、ね、この子たちとかって言ってるんですよ。だそんな中で最近は早く起きたりなんかして対面するのが楽しくなりました。それもね、年でしょうね。若い時はもう本当に商売しなきゃいけないってんで、がっちりがもう休みなしに働いたんですけど、今はもう木との対話が、朝起きて対話をするのが楽しみです。虫がついたら取ってくれ、この置き場がちょっとね動かしてよ、そういう子どもたちが待ってる、その生活っていうのは本当にね、世界の人たちも知ってもらって、どうか日本の魂が世界に通ずるように盆栽を世界の人たちにもっともっと奥深いところまで知っていただければありがたいです。どうぞよろしくお願いします。